まっすぐ行ったらいける。はい。ゼロ、なんてゼロ、ゼロ。バカにするな。私が大丈夫だと思ってるのに、なんか不思議なやつがあるみたい。あ、またゼロなの。待って、なんでなんでなんで。なんか変なものがどこにもないね。でも疑ったりするとちょっと迷ったりすると行きたくなくなる。あ、じゃあ行っちゃおう、行っちゃおう。こんにちは、皆さん、ウクライナ人のリアです。エビ大好きです。皆さんは地下鉄で迷ったことありますか？私はあります。で、今日はこのゲームで出口8番出口ですね、探して地下鉄から出たいと思います。で、なんかこのゲームはちょっと恐ろしいというか、なんでしょう、ホラーではないけどちょっと怖いかなって感じ。ゼロ、ゼロ番出口、ちょっと違うね。私たち8がいる。じゃあ最初はこのまま行きましょう。なんか同じ人毎回来てるんだけど、こんにちは。あ、偉そうな顔してるね。まあじゃあ行こっか。なんかこの目は怖い。本当にあるのかな？見たことないかい。でもゼロ、またゼロなの。ちょっと待って、違うよ、私違うの方が欲しい。8番出口お願いします。え、また同じこと。ちょっと待って、本当に何？南部公園、成平ビル八本木交差点、八本木なの。ちょっと一本が足りない気がするけど、あ、いや、日本過ぎ過ぎた。え、じゃあこのままだと、なんか毎回この目が怖い。なんで、ずっとこう、なんかまっすぐ行ったら何か変わるのかな。どうやって行けばいいのか。またゼロ。あ、なんか新しいやつが出てきた。ガイド、ご案内。異変なことを見逃さないこと。はい。異変な見つけたら、異変を見つけたらすぐに引き返すこと。引き返す。あ、またこっち戻るってことかな。異変が見つからなかったら、聞かさないこと。はい。まあこっちとこっちは反対、反対じゃなくて、まあ同じことやってるね。で、8番出口から外に出ること。他にだとダメなのかな、例えば0番出口とか。まあじゃあやってみよう。変なこと、何か変ある？うわ、何も変なことがないかな。違反なことね。大丈夫かな。大丈夫でしょ。まあじゃあ進みましょう。何？地下鉄、地下広場なのかな。大丈夫なのか。じゃあ次まで行きたいと思います。あ、1番。じゃあこのナンバー変わってるので、私たち8番まで進んだら多分大丈夫。
一番出口同じ案内なんだけど大丈夫なのか。ゼロから出たら、一から出たら、全部同じ。おい。なんでしょう。同じ？スマホちゃんと持ってますか？持ってますね。ポスターも同じなのかな？こっちなんかいろいろなポスターがあるけど。ムービーフェスだって。じゃあこのまま進んだら大丈夫ってことかな。うい、2、やった。じゃあ なんか案内また同じところまで、なんか全部0から8まで同じところまで出るのかな。はい。あったあった、変なことあった。こっちまっすぐでじゃない。これって帰る理由なのかな。じゃあおじさんと一緒に行こうね。案内させてください。なるほど、引っかからないよそれ。で、3番。なるほど。じゃあ、後ろか前に行くか、ことですね。じいちゃんは？じいちゃんではないけど。一緒に行こう。行かないの？どうしたの？いや、こっち書いてある。3。一緒に行きましょう。ん？まあ、行かないか。こっちまた新しいじいちゃん来るから、大丈夫。来るんじゃない？あ、こっち大丈夫だね。ポスターも大丈夫そうね。変なこと何もないね。何もないでしょ。じゃあまっすぐ行ったら、ちょっと静かすぎて不安。まっすぐ行ったらいける。はい。ゼロ？なんてゼロ？何なくしたの？何なくしたの？何がダメだったの？何がダメだったの？待って待って。ちょっともう一回。何がダメだったのかな？ん？8番出口。押したも大丈夫かな。何がダメだった？やっぱりおじさんは変だったのかな。じゃあこれって新しい、最初からやらないといけないか。そうなのかな。不思議。はい。ノースモーキングね。おじさん、こんにちは。遅いのかな、この歩き方。歩き方、スピードっていうか。はい、どうぞ行って。あれ、どこがダメだったのかな。まだわからない。あ、これ大丈夫でしょ。おじさんが言ったし、大丈夫かな。1、やった。じゃあクリアでしたね。で、次は？こっち長くない？ここ。そんなことないのか。これね。これダメだ。これダメよ。8でも、矢印とか感じの。逆になってる。なるほど。そう、こういう細かいところまで。なるほど。弱い。うちは2だね。騙すな。これは大丈夫かな。ね？
大丈夫そう？後ろ前とか。いつもようにね。これも大丈夫だったっけ？はい。じゃあ行く？行きましょう。ちょっと待って。ポストも大丈夫かな？1,2,3,4,5,6,7。7、このちっちゃいやつ。何これ？四角？四角は7個。3、やった！よーし。で、次は4。はい。まあ、最初見ると、こう見ると、なんか、意外ではないよね。大丈夫？こんにちは。大丈夫、安心で。こっちも大丈夫。1,2,3,4,5,6,7。こっちも OK。 じゃあ行きましょう。あ、気のせいか。なんかずっとこう私のとこ見てると思ったけど、これから4。アイスコアなのかな、これ。4まで行ったことない気がする。どうかな、ちょっと怖くなってる。毎回同じところは毎回同じ、全部は同じなんだけど、一つはちょっとだけ違うから、どこが違うのか分かりにくくて静かで不安。こっちも大丈夫。あ、ちょっと待って。これ、でかくない？でかくないの？ 1,2,3,4,5。なるほど。これでかい。帰ろう。このポスターは大きすぎ。ま、待って待って待って。私も行く。5。よし。ふぅ。あと3つぐらいあればね。あと3回ミスしなければ出る。ちょっとじいちゃん早くね。こんにちは。大丈夫ね。こっちも大丈夫だな。で、安全みたいね。行こう。かからなかったかも。6。ふう。あと2つ。あと2つあれば大丈夫。よし。満を持していきたいと思います。これから。なんか毎回同じ、面白くないの。こんにちは。全部同じね。なんかスマホケースも持ってるし、こっち7、こっち8、こっちは大丈夫。カメラの目は大丈夫。行こっかね。変ではないね。まあ、こっち、どこに何かある新しいもの。わかんないから。まあ、この、スケジュールも覚えなくてはいけないことかな。まあ、そこまでいかないでしょ。やりすぎ、っていうか、大変すぎ、なんじゃない？ちょっと不思議、このカメラ。いや、大丈夫かな。よし、じゃあ行きましょう。どう？
いけたのかな？ 7！ やった！じゃあ、これって最後ってこと？こっち絶対なんか悪いことをやるんじゃない？うわっ！いや、これ絶対意外なんだけど。ちょっと挨拶し、怖っ。すいません。私、8番出口なんだけど。知りませんか？いや、ちょっと怖い。で、みんな私の方ずっと見てる。なんか頭とか。よく見えない。見てるのかな？双子？立ち入り禁止なのかな？すいません、わかりました。じゃあ帰ろっか。8、OK。もし捕まったらどうなるのかな？え？また8の。あれ何？あれ変なやつがいる。行く？いや、ちょっと危ねえ。じいちゃん、助けてくれ。ね、ね。なんかちょっとモデルが違う。OK。近づいたら多分衝撃するんじゃないかな。いや、今回はちょっと置いておこうかな。置いておこう、帰ろっか。ね。こっちからアクチベートするの？え、そのやつ私の後走るのかな。ね。今日の天気はどう？ちょっとスマホは、不便だと思うけど。iPhone17 手の形する。よし、行きましょう。8番出口ですね。やっぱりどうせそうだった。あれ、もう一回なの？もう一回なの？なんで？待ってよ。いや、そういうことするな。8までやったら。それともこれもフィニッシュラインみたいなことなのかな。じゃあ行ってみよう。これフィニッシュだったらもう違反なことがないんじゃない？ゼロ！枠にするな！なんで？なんでそうだったの？何が悪かったの？何が悪かったの？おじさん？おじさんが悪かったのか。ね？いや、悪くはなかったね。またゼロ。あれ？こっち8だったのに。ちょっとわかんない。出口は0番だったのかな？何がダメだったの？いや、わかんねえ。なんか、ただ騙されてるって感じ。またゼロ番なのよ。はい。大丈夫でしょうか。私の子を見てる、見てる、見るな、変態。じゃあ帰ろう。また見てる。そっか、なんか見てるだけでダメになってるってこと。もう見るな。1番ね。よし。こっち部屋長くない？ちょっと、なんか長く見える。自然だね。普通に歩いてるね。あー、ノースマーキングのポスターはどうかな？なんか気づいてない、全然。あったのかな、どうか。わかんない。
これも大丈夫よね。あれ、ちょっと行くか行かないか迷ってるんだけど、私が大丈夫だと思ってるのに、なんか不思議なやつがあるみたい。あ、またゼロなの。待って、なんでなんでなんで、何がダメなの。あー、そういうことか。なんかこの作り方はちょっとひどいかけど、そういうことか。なるほど、こっちはダメなのね。顔、うんうん。でまたゼロね。よし、こっちから普通、上も普通。あ、きたね。うわあ、きたね。帰ろう。みんなちゃんと掃除しろよ。電車賃はこんなに高いのに、そんなに汚いあれ。ここはどうかな。汚くはないけど。あ、わかった。こっちのドアがない。ドアがないから、後ろ。帰ろっか。なるほど。よし。また、に。これ何回目なのかな？あ、君、早い。早い。ちょっと、殺さないでくれ。こっちまで来る？こっちまで絶対来ないでしょ？うわぁ！ あ、よかった。なんか殺しそうだった。普通？普通だもんね。ノースモーキング。普通に言ってるし。カメラも大丈夫だし、こっちも大丈夫ですし、カメラ見てる？見てないね。見てるのかな？ちょっと私のリフレクションというか、ない。なんで？なんかおじさんのカバンはよく見てたけど、こっちドアしかない。うわっ！大丈夫だった、余裕だったね。ちょっと一回落ち着きましょう。いきなり暗くなるともうゾンビアポカリプシスになったのかなって感じ。ただの電気の問題だね。まあでも読んだけど、これ一回なんだっけ、異変にやったらもうこの異変がまた出ないって感じ。一回しか会わないから、またこういうこと同じことにならないって感じかな。なので安心してもう黒くなるはずはないからって感じね。進みましょう。こっちは大丈夫かな。カメラも見てないし、まあ全部は大丈夫だったっけ。なんだ、なんでなんでなんで、教えて。なんかこれゼロまで行ったらちゃんと教えてくれ、何が悪かったのかな。全然わかんないから。
ンプもあるし、ドアとかこれもあるし、これもあるし、こっちもあるね。後ろ大丈夫だね。こっちが悪いのかな、ちゃんと見た方が良かったのかな。例えば犬たちがいないとか。まあこっち分かったね。こっち歯の代わり何かここにあるのかな。なんで、なんでダメだったの、教えてください。私急がないと間に合わない、約束の時間に間に合わないから、これ冗談する暇はない。わかった、じいさん行かせてくれよね。お願い、スマホ貸してください。GPS 見ながら帰るから。1OK、 毎回こっちの角危ない。あれあれ、また同じものか。あ、ちょっと痛くない、顔大丈夫、なんか物足りない気がするけど大丈夫か、じゃあ一緒に帰ろっか。2、はい、もうそろそろこういうダメなものがなくなるかも。なんでしょう、パターンっていうか同じになるのかな。はい、はいはい、これも大丈夫ですね。じいちゃんも顔は大丈夫だね。さん、カメラも見てないよね。こっちも大丈夫だし。あ、わかった。これね。ちゃんと掃除しろよ。なんか変な顔が書いてあった。見た？うん、そうで、ここは3。よし。次。8番で打ち立って。じゃあもう大丈夫。大丈夫だね。変な顔書いてないのか。入ってないよね。じゃあ進みましょうか。他にしか。ああ、何何何何。わ、ちょっと危ないよ。走ろう走ろう。死なないで。うわ。あ、君は大丈夫か。そっか。まあじゃあ私が行くから。ふう、なんか血みたい。あれ、前の部屋の掃除の水なのかな。掃除してくれって言ったから。え？やっぱりここなんか曲がろうとしているけど、変なやつが出ちゃうから最後まで疑わないといけない、そういうことかな。こっちは大丈夫かな。なんか全部は大丈夫と思ってるのに、最後なんかピンとやつが出るから、あれ嫌なの。ご、よかったよかった、もう許してください。もう約束の時間も過ぎたし、もう夜になってる、電車も走らないよ。どうやって帰れればいいのか。ちゃんも大丈夫だね。こっちも大丈夫だね。こっちもなんか同じかな。フォトエキシビション、メイクアップ、
カメラだね。大丈夫かな？こっちも。なんか、レベルが高くなるときに、十分で気を使わないといけない。またゼロから始まるとよくない？6、よかった。よし。で、これから、同じ？長くね？オッケー。大丈夫。よし。じゃあ、これも？これもいけない？いけるっしょ？いけるよね？なんか変なものがどこにもないね。でも疑ったりするとちょっと迷ったりすると行きたくなくなる。あ、じゃあ行っちゃおう。行っちゃおう。いや、今日はここまでだと思いますから。なんか私が泣く、なんか見逃したことコメントで書いてください。教えてください。私全然見えないから何が悪いのかよくわかんない。例えばこの部屋、最後の部屋はどうなったのかな？何がダメだったのかな？全然わかんない。今日はここまでです。見てくれてありがとうございます。バイバーイ。チャンネル登録してください。